女優の広瀬アリスとなにわ男子の道枝駿佑が9月30日、千葉、幕張メッセにて開催された日本最大級のファッション&音楽イベント、楽天ガールズアワード2023オータムウィンター、以下、ガールズアワードに出演した。広瀬アリス&道枝駿佑、青春、前回ペアランウェイに大歓声2人は10月17日スタートの TBS 系火曜ドラマ、マイセカンド青春、毎週火曜夜10時のスペシャルステージに登場。広瀬は、楽天ガールズアワード2018スプリングサマーにて MC を務め有終の美を飾って以来、5年ぶりの出演。道枝は、ガールズアワード、初登場となった。青春にふさわしくブルーを基調としたファッションで登場すると、会場からは大歓声。ランウェイのトップではじゃんけんをし、広瀬がパー、道枝がチョキを出して、道枝が勝利するとガッツポーズ。広瀬の頬を手で挟み、観客のハートをわしづかみにした。バル、広瀬アリス&道枝駿佑、マイセカンド青春、本作は、広瀬演じる厄介な問題を抱えた30歳の主人公、白玉さや子が、道枝演じる謎の大学生、小笠原拓の一言をきっかけに学び直しを決意して大学生となり、令和の大学生たちに揉まれながら恋に、勉強に、夢に奮闘するセカンド青春ラブコメディーである。初共演となる二人だが、広瀬は道枝に対して、可愛いんですよ、とめでている様子で、現場でボケるんですけど、そのボケがちっちゃいの、と暴露。会場から笑いが起こると、道枝は恥ずかしそうに、ちょっと、こんな体勢の前で言うことじゃないでしょわら、とたじたじ。その後、ドラマのタイトルにちなんで青春エピソードを聞かれると、道枝は、今何は男子がライブ中なんですけど、終わった後にシャワーを浴びるとき、一個のシャワールームにみんな入っていくのが修学旅行みたい。わら、メンバーは、藤原丈一郎くん、高橋恭平、大西流星、大橋、和也、くん、とメンバー一斉にシャワーを浴びる仲良しエピソードを披露して沸かせた。ガールズアワード、テーマは、美味楽楽。今回の、ガールズアワードは、ファッションビューティー、音楽が集うイベントかける楽しさを表す造語、美味楽楽、美味楽楽、がテーマ。藤田ニコル、みちょぱをはじめ、斉藤飛鳥、ぬくみめるら多数のモデルや俳優、女優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、アーティストには乃木坂46、桃色クローバー Z などの出演が発表されている。MC は同イベントへの出演が13回目となる南海キャンディーズの山里亮太と、前回 MC とランウェイで観客を魅了した森かすみの2人が務める。